新社館は情報を出しながら僕ら独自のサービス内容と僕ら独自のできる最大限度の価格お値引き、あとは金額を全てのことを公表することで、どこもやってないことをやっぱり僕はスケルトンでやるっていうことで、やはりそこの意味は皆さん平等に販売していきたい。ただ会社が利益を出すだけの道具ではない。やっぱり世の中にとって必要なことっていうのは地域に しっかり密着したり、ね、やっぱり僕らができる貢献っていうのをですね、企業としてできる貢献を一緒にやっていくんだ。いやー壮絶というか、いやー大変なこう時期をこう経験し、現在今18年目になりました、はいはい、この 100% 新社会というのは現在どういうふうな取り組みだったり、はいはい、していらっしゃるでしょうか。で取り組みもね、やはりまあいろんなね、やっぱりこう紆余曲折あった中で、やはり会社っていうのはですね、やっぱりまあその私がですね全部やるわけではない。やはり社員の方々がやっぱり一人一人がね、やっぱり力を出してくれて、それでやはり組織として成り立っていくわけですけど、そのやっぱり力を出す原動力ってあるじゃないですか、そういうやっぱ原動力がなければやっぱ組織として機能しない、で盛り上がらない、でその中でやっぱりこう何だろうなっていう、何がやっぱり今原動力となっていくのか、行くことをできるのか言った時に、私たちの時代っていうのは、私にディーラーにいた時代は軍隊方式でした。やれって言ったことに対してやれ、やる、やれって言われたからやる、その月末になったらもう数字そうで、もう帰れないわけですよ会社に、はい、やらないもうで、もう本当30日の日に、おいあと何台売れるんだ車がって、いや売れるわけ30日、おい30日だよとあと何台売れるんだっていや本当にそういう世界、いやそうです、いや何台売れるわけない、こんな時間でもうそれもう8時ぐらい、夕方8時もう終わりですよ、はい、もう できませんはないんですよ。だからね、そういう時代で、はい、僕らが習った道しるべは軍隊方式、今の時代、そういうことを強要したりね、そういう強要したりね、そういうことを社長が言い始めたって言ったら大変な会社になるんですよ、もうこれはもうお前バカかって言われるような形、まあ本当にもう、だからやはりその軍隊方式、自分が習ってきた軍隊方式では今の世の中通用しない、やはりみんなの気持ちが一つになって、それがやはり、力になっていくためには、どういう柱を必要とすればいいのかなっていう時に、やはり僕はね、まあ、その地元のやっぱ地域貢献であったり社会貢献というところをね、やっぱり柱にしたいなと思ったんです、でやはり僕らの会社っていうのは、まあ、もちろんその、利益を上げたり、まあ、新車をね、たくさんの方々に売って、販売するっていうこと、それと僕らはね、やっぱり透明の会社を作りたくて、今通常ディーラーさんで買う新車っていうのは個別の商談でやはり金額をね公表してないという売り方なんですね。なるほど。そう、もうね、やっぱりそのまあ密室でじゃないですけど、おのおのやはり今日いくら値引いてもらえるんですか、じゃあいくらします、そのキャッチボールは密室の中で行われることで、それは基本的に公表してないわけですよ、だからいくらで買ったかは分からないし、買った金額がそれ正しいか、そうなんか小芝居みたいなことがあるんですよ、あんまりこう業界のことで、いや皆さんやっておられることだからあれだけれども、
まあ、今日じゃあ今日だったら今日返事いただけるんだったら今店長に相談してきて今本当最大限度をやってもらう店長お願いしますって言って店長がありがとうございますということで分かりました今日だったらもう特別な金額出させてもらいますというそこのなんか小芝居があるんですよなるほど確かにそうですそう、うん、でもそれが当たり前すぎて確かにそれ以外考えてなかったそうなんです、まあ、小芝居って言っちゃ悪いんだけどね、うん、大体そのもう決まってる金額をその小芝居チックにやるんですけど、はい、今日だったらともう特別にとかもうそういうのを連呼した上でお客さんだけですよっていうお客さんだけですよとかねそういう小芝居があった上で返事をいただけるとかね、うんね、ただそこらは本当に密室の上で公表してないことなので、はい、みんなのその結果いくらで買ったのかっていうのは分からないわけですよ、はい、だからそういうね閉ざされたやっぱりこう情報ではなくて、うん、僕らはやっぱり平等にやりたいです、うん、とにかく平等にやりたい、うん、で平等でやる僕らは情報を開示する、うん、情報を開示するとどうなのかっていうと新社会はもう本当スケルトンになっちゃいます、うんだから勝つも負けるもそれはスケルトンでもう対策は何もないわけですもう見せてるから最初の時点でもうインターネットで全てのことを公表してるわけですよ、うん、金額を、はいはい、で新社会に勝つためには新社会に勝つために全員ネットで調べてそこのそのお店に行かずに、はい、そこであこれ新社会はこの金額じゃあ逆にデーラーさんで買いたい人もデーラーさんもアウトプットして、うん、新社会これだからじゃあこの金額でいいんじゃないですか簡単な話です、うん、なるほど無駄な時間は取らないでもそれでも18年前でもそこまで考えてやってたんですそういうことですで今でこそネットでうんぬん考えっていうのは、はい、まあ当たり前のように行われますけど、はい、当時もそうです本当ねでも18年前はちょっとご存知だと思いますけど、はい、もうネットがねまだまだ、うんまあ、本当、まあ、18年20年前っていうのは、まあ、でネットが出て、まあ、ホームページの作成から何からっていうのはまだまだ今よりももう本当にローカル的な感じ で、はいはい、そうなんです、はい、まあ本当にもう本当出始めのところで、うん、やっぱりまだまだっていうところで僕のイメージっていうか、うんだと、うんはい、ネットで車を見るってちょっと邪道というか、はい、いやそんなのありえないよっていう時代だったのは認識してます、うん、そうなんですよ、はい、ただやっぱりインターネットって僕らもやっぱり情報を得られる道具だと思うんですよ、はい、で今までは雑誌とかねまあそれまではですごめんなさいそれまでは雑誌とか、うん、まあいろんな、まあ、情報誌とかですね地域誌とかいろいろあった中でまあこんな分厚いコンビニで買ってカーセンサーありましたあとグーとか、はい、グーとかね日刊自動車とかねそういうの立ち読みされましたでちっちゃいのでお金が書いてあって、はい、そうそう立ち読みしましたそう、はい、インデックスの方からおいくらだとかね、はい、いろいろ 見ながらね、はい、いやもうそんなことをやってる時代ですよ、それからまあネットがね普及して少しずつその情報量が入ってきて来たぐらいのところでやっぱりまあその18年というところなんですけどそこさらに僕らはこのインターネットができることでやっぱりこの時代が変わっていくなってことだったので僕らももうそれに、まあ、準ずる形で僕らも変化していってこれで、新社館は情報を出しながら、うん、僕ら独自のサービス内容と、うん僕ら独自のできる最大限度 の、 まあ価格お値引きあとは金額を全てのことを公表することでもう負ける可能性とか情報を開示するってことは負ける可能性は高いんだけれどもでも僕らが出さないと誰も比較できませんよねみんな引っ込めてたらまた電話でお店に来たら大丈夫だよとかねお店に来てねみたいなことを怪しいじゃないですかそんなのいやいやいや、うん、どこもやってないことをやっぱり僕はスケルトンでやるっていうことでやはりそこの意味はまずは皆さん平等に販売していきたいそこが突破口だったというかそうですでもそれこそそれをやったらもっと、はい、そうですありそうですよね業界のルール守れ圧力お前ふざけるなと、うん、お前何やってんだお前のとこだけ言われそうですね
お前なんだよっていう、もう本当にそういうことをやってないから、業界はそういうことやってないから、あんた何やってんのっていう、お前仕入れさせねえぞ、こういう、まあお前のとこだけなんかお前いいことね、ぶってやるんじゃないよとかね、いやもうそりゃもう誹謗中傷もう本当にすごい。ただ僕は正直そんなことどうでもよかったんです。僕はお客さんしか見てないんです。お客さんしか見てなく、お客様のために何ができるか、わざわざご足労いただいてね、金額合わないのに来てもらってね、やっぱり あと5万円やりますとかね、分からないけど、そんなことやらないけどね、そういう小芝居みたいなことをやるんじゃ意味がないんです、はい、やっぱり情報を 見ていただいて、新社館の、ね、ホームページに入ってくれたら、すべて金額が公表されている部分で、企業努力した金額で、私どもはこの金額、税金に至るまでこれで やらさせてください、あとの足し算はオプションは自由選択ですよ、つけた分の足し算はそれはデーラーさんと同じですよという形、あとはデーラーさんと同じですっていうこと、まあ、全てが同じです。点検も受けられるし、メーカー3年5年中3年保証、5年10万キロ保証、全て、保証も、全てメーカー保証が、全て使える純然たる新車を販売します、はい、だから全く同じリスクのない形でやらさせていただく、それはお約束しますっていう会社、それと透明にしたい、分かりやすい情報を出し続けるっていうことですね。なるほど、はい、いやだホームページで、はい、もちろん書いてありますもんね。そうです。で僕ホームページもいつも拝見してるんですけど、うん、はい、その中でこうなんだろうな、ミロクちゃんだったり、はい、そうですね。だからね、やはり、まあ、先ほどちょっと話が飛びましたけれども、すいません、まあ皆さんね、やっぱり従業員の流れのね、うん、柱としてね、会社をどう組み立てていくかっていうのは、はい、やはり会社のね理念もそうですけれども、全てお客様のためにの中の部分で、はい、その組み立て、あと、まあ、みんな従業員の原動力、モチベーションっていうところの部分の枠組みの中でね、やはり僕らは社会貢献をしながら必要とされる会社になっていこうってことなんですよ、はい。でまずは一つは、だから今言ってるように僕らが透明化することで、その隠さない、情報を隠さないっていうことで、僕らはまずは一つは競争の原理が働くってことですよね。そうですね。だって、はい、そうやって僕らは金額をさらに、まあ、コストダウンすることで、その金額で公表してるってことで、やっぱりそこから競争が生まれます、はい。だから新社館がこの金額だったら、じゃあさらにっていうことを、やってるか やらないかっていう、まあ、それは、お客様が交渉の材料に使ったり、あとはうちの価格をねアウトプットしてディーラーさんに持っていくのもいいと思います。よそ様に持ってって、新社館だったらこれで買えるんだけど、御社だったらどこだっていう使い方もあると思います、はい。だから僕らはそこの情報をまず一つ出すことで、世の中にとってまずは必要なことをやろうって、うちが売る、弊社が売るっていうことだけではない、まずは足し算を作りたいという部分で、まずはそこでやる。でそこの部分と、今ちょっと話しましたけれども、まあ社員のモチベーションとか、やっぱり必要ね、地域で必要とされる会社っていうのは、やはり地域の、まあ、スポーツであったり、はい、子どもたちが応援するものであったり、ね、プロリーグであったりね、いろんな部分で今後ね、子ども地域で今いろんな活動をやられてる方もいらっしゃいますけど、はい、僕らは、ね、ただ会社が利益を出すだけの道具ではない、うん、やっぱり世の中にとって必要なことっていうのは、地域に しっかり密着したりね、やっぱり僕らができる貢献っていうのをですね、企業としてできる貢献を一緒にやっていくんだ、うん、その中でやっぱり、子どもたちが応援するスポーツを、やっぱり僕らはそのスポンサーとしてやっていきたい。なるほど、はい。それでサッカー少年の入り口であったりとか、バスケット少年の入り口ね、バスケット、僕ら本当思い出せばね、小学校だ中学校だってね、しゃがり気になってバスケットやってたんです。でも、はい、うん、
僕らが始めてから、でもそういうバスケットのここ気持ちとか最近になってね B リーグが始まりましたよね、はい、だからあメディアに出てあ B リーグだ、ね、でも僕らがスポンサーやるときはまだまだテレビ中継も入らないなかったですよね。そう、本当最近ですもんね。そう、最近リーグができたのもそんなにまだ昔じゃないですから。ないんですよ、うん、だからねそこの部分でやっぱり、まあ、今から僕が決めたのはやっぱり何度もその今茨城ロボッツ、当時つくばロボッツでしたけど茨城ロボッツの方々が足を運んでいただいて、一度八木様あの見に来てもらえませんかと、あの体育館に足を運んでもらってそこの実際何をやってるかって見てください、うん、見に行きました、はい、まああんまりバスケットっていうのは僕らも今大人になって見ないだろうって思ってたんですが、もうそこで僕はね決断しましたよ。子供たち、小学校、中学校、学生たちがみんな応援して、ね、それでね、やっぱ両サイド、みんなね、もうすごい盛り上がって、もう体育館上での反響し、熱量すごい、声援すごいですよね。びっくりですよ。はい、僕もあの行かさせていただいて、すごいです。これはね、やっぱりこう、しっかりね、僕ら受け止めて、うん、子供たちがこれだけ応援してるんだったら、ね、僕らも応援させて、逆に応援させてくださいっていうことで、あの、何が欲しいですか？あの、僕ら何を協力すればいいですか？って聞きましたら、選手移動用のバスっていうね、車が欲しい。ああ、もう分かりました。もう本当に、あの、分かる、チームカラーにしてね、もうチームのラッピングして、あの、私どもでご用意させてください。もう本当にそういうね、二言目には、まあ、そのスポンサーというね、まあ、その協力、まあ、その車の提供っていうところにやった、はい、あの協力させていただいたんですけど、うん、でもねやっぱり本当まずはその地域貢献を柱にね、うん、やっぱり会社を組み立てていこう、うん、その中であのやっぱりあの、ね、おのおのが、ね、やっぱりこう誇れる会社を、うちの会社ってお父、ね、子供さんにうち あのお父さんの会社は、ね、あの野球チーム、あのサッカーね、サッカーチームを応援してる、サッカーチームに、ね、スポンサードをやってバスを出してるとか、ね、車を出してる、ね、社会貢献やりながら地域貢献やってる会社なんだよ、ね、そこの方々から必要とされてるんだよ、ね、やっぱりそういうね自分たちがやりたい、ね、自分たちがその利益を、うん、ね、利益も出すのもあの大事なんですけど、でもそういうことをやりながらあのみんな一緒に成長していくんだよ、うん、それと必要とされる会社になっていくんだよ、うん、これがあの会社の柱なんだよ、うん、っていうことをですね、やっぱりあの今はあのやりながらですね、今、須藤弥勒ちゃんね、ゴルフの天才少女。天才少女ですよね。はい。はい、いやでもね、ゴルフなんて遠征代とかね、全国転戦したり世界に行ったりね、めっちゃくちゃお金かかるんですよ。みたいですね。はい。いや本当に、はい。それだって個人負担で、本当に出せますかって話だし、やっぱり才能があるのに、やっぱりそのお金、才能とお金ってやっぱその比例ね、うん、才能だけで全部がやれるかってはそうじゃない、お金がやっぱり必要で、支援が必要ですよね、はい、間違いないと思います。そうだからそこをね、やっぱりほら日本のね制度とかシステムの中にやっぱそこをやっぱり助けてあげるとか、そこを支援する制度ってすごく少なくて、うん、やっぱり本当に才能があってもお金がなくて辞めてしまったり諦めてしまったり、そうですね、うん、まあ身の回りにね考えてもらったら分かるんですよ。そういう入り口ってほとんどやっぱり政府がやってるわけじゃない、うん、政府が何かそのね、あのお金出したそのね、才能ある人たちを集めて何かやってるような、そういう部分っていうのはなんか地域にねそんななんかほら根付いてないというか、はい、あんまりこう考えてもパッと浮かばないというか、うん、その支援する
部分っていうのがやっぱりまだまだ日本は少ないと思うんですよ。そうですね、うん、はい。でもね、ジャパンとしてこれね、やっぱりこう巣立っていく、本当に才能がある人たちが活躍できるっていうね、場をね、少しでも僕らは大量のお金は会社として、でも僕らができる分のやっぱりこう部分の支援っていうのはできる会社でありたいし、すごい、うん、うん、忘年会の時も、はい、大きくなってきましたね、やばい、ミノクちゃん大きい、もう本当に大きい、もうやっぱり小学生からねどんどん成長して、やばい、ね、本当にもうあの僕らも今テレビ CM を一緒に12月までミノクちゃんとやってたんですけど、ね、まあ本当に本当の意味でやっぱり大人になってくれたし、はい、今から本当に期待する、ね、まあ一大の人物なんですけど、もうあのミノクちゃんから入って、あとはねあの今さっき言いましたけれども、バスケットリーグ、あとは横浜 FC ですね、うん、ここにもね、はい、中村俊輔さんの、そうですね、サイン入りユニフォームもありますけど、はい、そうです、横浜 FC もですよね、そうですね、はい、横浜 FC もそうですし、うん、やっぱりこの今奥寺康彦、まあ、こう あの会長がね、会長が奥寺さん、うん、レジェンドがですね、うん、あの会長しておられる、まあ、本当に奥寺会長とはもうすごくお世話になってですね、うん、僕らもあの深いんですけど、やっぱりそういうね、あのみんなサッカーね、ワールドカップ皆さんもこう盛り上がって、すごかったですよね、これはもう大変なことです、はい、はい、これはもう本当ドイツね、もうこの日本のね、みんな今この熱量というかに対して、やっぱり今世界にどんどん日本が追いついていかなければいけないし、まだまだスペインだって何だってってね、もう勝っちゃいましたからね、すごくないですか、勝ちましたからね、いやまさかちょっとコスタリカに負けるって言われましたけど、いやいやいや、だからねこれはね、はい、やっぱり大事なことなんです。そうですね、いやジャパンを応援してもらうのはありがたいんですが、やっぱり僕らはやっぱりそこに行くまでの選手、うん、やっぱりその過程が大事な、うん、結果だけはそれはまあそれはまあいつでもね、いつでもっていうかまあいいも悪いもあるんですけど、ただそこの本当の過程を僕らは大事にしたい、だからやっぱりそこの部分で、うん、もうその支援というところはあのしっかりね、僕らのやっぱ礎の中で、うん、はい、やっていく流れなんですが、あとは皆さんラミネス、はい、ラミちゃん、ラミちゃん、このラもう本当にもうね2000本安打打って迷宮会入りでいい、ね、この本当に旧ベイスターズの監督、ね、4番打者、ね、この4番打者も本当にこの、巨人軍で4番打者もそうだけども、これだけのやっぱ活躍、これだけやっぱりこう固定でね、まあ、本当にレギュラーで通期を通してやれた人ってね、うん、ラミちゃんはねもうすごいいろんな、うん、ね、うん、いろんなやっぱりこうタイトル持ってるし、はい、やね、その今ラミちゃん、ラミネスね、今うちで、ね、スポンサーやらさせていただいております、ね、あとは女子ラグビー、はい、はい、横浜 TKM、はい、ね、今ワールドカップがまたね、開催される中でまたラグビー熱っていうのもね、はい、これはね今からやっぱりこう外さない、うん、堀川さんが社員さんとして、うん、はい、はい、入社していただくということで楽しみにしております、はい、もうあのね女子ラグビー横浜 TKM っていう、ね、はい、チームで今から、ね、活躍してくれる、そうですよ、ね、本当にプロチームですけど、はい、なので、うん、この100% 試写会タイムズで、はい、今後、はい、彼女の特集というか、インタビューさせていただきますので、うん、本当に、はい、これしっかりねこの女子ラグビーっていうのをね、はい、やっぱりもう世の中にもっともっとファンを増やして、はい、ね、根付かしてくれる、ね、それでみんなでやはり、ね、はい、ジャパンを応援していく、はい、オールジャパンを応援していく、うん、ね、本当に皆さんで盛り上げていきましょう、はいはい、よろしくお願いします、お願いします。そして八木社長、はい、奥寺康彦、ね、監督ごめんなさい、会長のもとで、はい、今ね僕らが応援させていただいてる、ね、う
横浜 FC のね、はい、女子です、はい、シーガルズ、はいはい、ここにもね、あのバスをね提供させていただいて、今ね女子サッカーなでしこ、そうですね、これちょっとねすごい今から本当に盛り上がると思うんですけど、もう一段階二段階盛り上がって、そう、はい、まあ、ワールドカップで優勝もしましたし、はい、ね、やっぱりここで日本代表選手をねやっぱりしっかりねあの輩出して、はい、もっともっとオールジャパンにね、そうですね、あの貢献できるチームになってほしいっていうことで、はい、しっかり応援しましょう、はい、はい、よろしくお願いします。あとはあの僕のあ、はい、はい、エンタメジャック、はい、はい、渋谷クロス FM、 そうです、はい、毎週木曜日16時から生放送でやっております、はい、エンタメジャックイン渋谷、こちらもスポンサーを、いやいや、もう本当ね、You're listening to Shibuya Cross FM. Hit it! That's what I'm talking about. Wait! Okay now, from the beginning. Hit it, boys.16時から16時50分、エンタメジャックイン渋谷見てね。いや今ねいろんなねあの芸能界にいらっしゃる方ね、あと芸能界のねあの卵のへいらっしゃる、うん、あの方、今からの方々、ね、舞台に出てるとかね、はい、あとこの前はね演歌歌手、そうですね、はい、ね、いらっしゃいましたし、さまざまなゲストの方、あのジャンルの方を、はい、紹介していただいているので、うん、ぜひ皆さんご覧になっていただければ嬉しいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、堀川さんもそうだし、ね、やっぱりこのスポンサーっていう中でね、僕らもここが一番の柱としてね、ここを取り組んで、うん、やっぱみんなの会社の骨格柱がまずは僕らお客様に説明する上でも、うん、やはり地域貢献しながら社会貢献しながら、うん、あとは透明でいや分かりやすい販売、うん、はい、それともう僕らはお店に来なくても情報を開示しているので、はい、そこでお客様を選んでくださいっていうこと、はい、で今は金利も 0.9% から、うん、なんと本当に120回払いをですね適用してやってるんですね、はい、そんなもう本当にもう 0.9 で120回払いっていうのは本当にもう業界でもね本当に数少ないことなんですが、はい、やっぱりね、今は残価設定っていう販売の方法がすごくメインでメーカーサイドでやってます、はい、あとはサブスクですね、車も持ってかれちゃう、はい、借りるっていう、車自分のもんじゃなくて借りる時代だって言うけど、うん、いやいやいや、だいぶお金払ってるんですけどっていう、うん、だいぶ200万も払って持ってかれちゃうんですかっていうね。そうです、ここからの話はちょっと次回というか、うん、そうですか、ちょっとこう未来についてはまた次回お届けしたいなと思いますので、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。やっぱ 100% 新社館のやっぱこう知名度っていうかですね、いろんなところでもう僕らが進出していくところの先では、うん、やはり価格競争が起こるっていうふうに僕は勝手に思ってるというか、はい、そういうイメージでいますので、地域貢献である競争の原理であるところが僕らの本当の一つの魅力になると思いますし、今の通りやっぱり企業努力を重ねて 0.9% 120回払いっていうのをですね基本にやっぱりこうね、そこを基本にですね考えて、やっぱり僕らの財産である、で僕らがやっぱり買ってもうやっぱ手にしたものっていうのはやっぱり憧れとか
夢とかね、あります、思いとかがやっぱあるんですよ。もっともっと魅力のあるいい業界にしていきたいなって、はい、今本当に思っております。